してから失敗したんで全部剥がして塗り直しました。で塗り直したものなんですが、今度、オレンジ系の色にしました。失敗した原因っていうのがスプレーガンが垂れたやつ、写真あったんですけど、これスプレーガンの先端から塗料垂れてきて、それがボタッと、そいつのせいで失敗しました。あと熱すぎたこと、それが原因の一つでもあるんですけど、シンナー標準使ってて、すぐ乾いちゃって、結果ボソボソとなってしまったっていうことですね。なんでこっちは、室内で塗ってます。ミラーキャップが全然この色と合ってないというかね、気づいてると思うけど文字が全部消してます。削り落として結果ここちょっとこれかな、文字削ったら巣穴が出てきちゃって、自分で塗るもんだから気にしないってことでやりました。結構ピカピカっと磨いたんですけど、結局シルバーメタリック塗っちゃったら、一緒ですね。本当はグラインダータトゥーとかやりたかったなってその時思ったんですけど、穴開いてしまった時点で諦めてます。スプレーガンもね、洗濯も大事になってくるんですけど、無難なのは岩田のガン使うことですね。その辺使っておけばありかな。本当はここにちょっと加えてラメを拭きたいなと思ったんですけど、タミヤのがあったけどちょっとやめました。上からクリアなのめんどくさいてな感じで、今回はここ辺にしといたいと思います。ではまた。